件分立イー今日はゆうゆう大引っ越しして念願のマイホームを建てたぞプレッシャーで謙遜な職場からは距離を置いた郊外で仕事の一切を忘れられる静かな住宅団地だここは開拓された土地で人がほとんどおらずまだ唯一三つしか家が建てられてないこのマイホームを建てるために3年前から計画し費用は8000万円もかかってしまった人生費やして貯めた貯金は空っぽだはははでもいい仕事が毎日大変だからな家くらいはリラックスして心休まる環境でないと雇れもい さて、隣人に挨拶を。職場で人気の明太子せんべいを。あ、こんにちは。はじめまして。この度、こちらに引っ越してきました。山田です。おお、はじめまして。あ、え山田じゃないか。あ、えで、なんで部長がいや、なんでも何も。わしは今回年賀のマイホームを建てたんじゃ。静かな環境を求めて。やばーまさかの一世一代のマイホームだ引っ越ししたら、隣上司だった。そうか、偶然だな。山田隣に住んでるのか。ならこれから仕事もすぐ頼めるし、残業もわしの家でできるな。なんなら出勤も一緒にするか。そうだ、休日は一緒にゴルフ行こう。あ、終わった。飛んで日にいる夏の虫やん。 高い金と人生費やして上司の懐に飛び込んだ。毎日帰りも一緒に帰ろうかの飲み屋に行ったらそのまま一緒に直帰できるしな。あ,あ終わった。より近くなった。こんにちは、はじめまして。隣に引っ越してきた、タニシです。あ、お、タニシじゃないか。あ、え、部長あっと、山田なぜここにえ、タニシ課長わしらは今回ここにマイホームを建てて引っ越してきたんじゃ。これは偶然じゃな、お前もか。はい、すごいですね。じゃあいつでも三人で仕事の会議ができるじゃないか。ははあ、はそうですね。あ,あ、終わった。課長も隣だった。 ここは新規開拓土地だからな。来月できる前の4軒目の家には、聞くところによると取引先の人が住むらしい。すごい偶然。取引先とも毎日会議できるぞ。山田。休日の午前中くらいは前の取引先に営業しに行けよ。あ、終わった。四面疎開やん。まあじゃあこれからよろしくな。ははは。じゃあ今日早速1時間後に新居打ち上げしよう。山田の家でやろう。職場の友人も全員呼ぶから接待頼むぞ。何かあったら報告しろ。隣におるからな。ほなまた。はーい。